Space Monkeys TV。 はい、ウェルカム Space Monkeys TV へようこそ。さあ、今日はですね、ドラゴンズドグマシルバーチケット使ってガチャやっていこうかなと思います。400枚ぐらいあったかな。まあ10回やりましょう。これ一応シルバーチケットでも S ランク出るのかなって感じなんだけど、謎。やってみましょうか。それでは白龍の先行、チケットで回す。いきますよ。さあ、何枚あったっけ。381か。じゃあまあ10回できるわけだな。さあ行きましょう。まず一発目 B ランク。まあそんな感じ。使用者の体力を回復する回復系だね。さあ2回目いきますよ。あのね、これガチャがねサクッとしすぎちゃって、なんかドキドキ感がないよね。いきます、2回目。もう一度回す。 B ナイフ。 A とかかぶってほしいな。2回目 B だぜ。なんかあれだよね、こうドキドキ感がないね。3回目、いくぞ。押した瞬間も結果出る。 A 来た。よし、クレスト来た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 。まあ A 来たね。3回目で A 来たね。 S なんかまあ来ないんだろうな。課金しないとダメなのかな。さあ行くぞ。来たら奇跡。4回目、レディーゴー。 B、 投げつけた対象にダメージと。さあ4回、5回目だね。5回目、来い A 来い。 B、 お、今もらったかも。よしよしよし、防具の品質を高める最高級の精密素材と。いいね、いいね、よかったよかった、嬉しい嬉しい。こういうのも嬉しいね。ただなんか消耗品じゃなくて素材欲しいね、せめて。いきますよ、6回目、ゴー。 A ランク来た。ゾンビ系のあれだね。強化クレストだね。さあ7回目、いきます。 B 万能工具、これは嬉しいな。宝箱開けれますからね。なるほどなるほど。さあ8回目、どうだ。 B、 はい、アーマー用のね鍛錬石です、最高級。さあ行きますよ、8回目、レディーゴー。 B、 1個だけか。万能開け工具かぶったな。さあ連続いこう。 A 来た。 S 来ないね。アジン切りのクレスト、なんでしょうか。武器に対してアジンに対する攻撃プラス8と、まあまあじゃねえかな。あと80あるから2回はできるぞ。いきます、回しちゃいましょう。レディーゴー。 S 来い。 A 来た、クレストだ。骨砕き、まあスカルに関してプラス8と。ラスト1回、まあこんなもんかな。シルバーチケットはこんなもんでしょう。本当にお金に余裕があるときガチャ回したいね。ちなみにね、この弓矢、これはあのですね、私まあパック買いまして、いろいろと、得点がついてきまして、その時にね、なんつったらいいんだろう、待って待って、もう回せないぞ。このね、黄金石でね、一発で当てました、この指。今回のシリーズの最高級装備だね、この弓だけね、一発で当てました。いきなりパンパカパンパンっていう感じの音が鳴って S クラス当たってます。さあ今回、まあ、10回以上やりましたけど、まあ、結構クレスそれでも当たったんじゃないかな。倉庫に行かないと分かんないか。倉庫に行ってみましょう。っていうか倉庫ここだわ。ですね、今回当たったのはね、まあこのクレストと、まあゾンビ系に対するダメージアップと。もやっとしたね。自分で持ってんじゃないか、もしかして。いや、あーこっちの受け取りだ。何を言ってるんだろう。アイテムポストだね。そうこれだね、巨人殺しのクレスト、これと、まあ白龍印のお薬、そして匠ナイフで、人間関係にダメージプラ8で、爆弾、万能工具、5石万能工具、ゾンビ系のダメージアップ5石、アジン切り、骨砕き、そして爆弾という形になりましたね。いかがだったでしょうか。まあ、サクッと終わっちゃいますけど、
こんな感じですかね、うん、さあもっとレベルを上げてシーカー目指すぞ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。お金にね余裕があるときは課金ガチャもやりますんで、そちらの方もまた動画にします。エンジョイ YouTuber のドラゴンズドグマシルバーチケットやってみた。バイ。